8から9世紀の東、スラブ人デレブラーネ族、またはドレブラーネ族は6世紀から10世紀にかけて、現代の北ウクライナ、南ベラルーシの辺りに居住していた東、スラブ人ロブ族。デレブラーという名前は、スラブ語のから来ており、それは彼らが茂った森に生息していたことに由来する。デレブラー族については、多くの痕跡を残されており、木でできた地下号がある。 農業集落、森土がない墓地とクルガン、ブルチーア、ゴロドスクといった要塞化した町、マリン近くにある集落の遺跡などがある。デレブラー族の首都はイースコロステニで、そこでは今でもいくつかの小型集落跡を見ることができる。紀元千年頃までには、デレブラー族は農業及び思考業がすでにかなり発達した状態にあったと思われる。デレブラー族は彼らを キエフルーシの支配下に置こうとする外部からの、いかなる企てにも反抗した。いくつかの年代記によれば、クイー、シチェクトホルイーブの時代に、デレブラー族は自分たちの公を持ち、頻繁にポリアーネ族と争っていた。883年、キエフ大公オレグは、デレブラー族に貢ぎ物を支払わせた。907年、デレブラー族は、ルーシ側として、ルーシビザンツ戦争に参加した。 夫を暗殺したデレブラー族へのオリガの復讐。912年にオレグが死に、デレブラー族はそれを境に、キエフルーシへの貢ぎ物の支払いをやめた。バリアグの軍閥スベネーリドは代わりに自分へとデレブラー族に貢ぎ物を支払わせた。945年、オレグの後継者であるイーゴーリは、スベネーリドの後を追いデレブラー族に、これまで、 以上の量の貢物を貸そうとしたが、マルコーに引きられたデレブラー族は、その際に反乱を起こし、少人数で駐在していたイーゴリを暗殺した。イーゴリの妻オリンガは、夫のためにデレブラー族へ徹底した復讐を行い、幸福勧告をするためにやってきたドレブラーネ族の施設や貴族たちを皆殺しにし、首都イースコロステニを焼き払い、他を街を平らにした。 デレブラー族を従属させた後、オリガは彼らの土地をキエフルーシの領地に編入し、ブルチーをその中心とした。年代期でデレブラー族が最後に言及されたのは1136年で、ヤロポルク2世によってデレブラー族の土地が贈り物として聖母マリアの教会に贈られた。ありがとうございます。